競馬競馬は、騎手の乗った馬により競われる競争競技、及びそれの着順を予想する賭博である。イギリスを発祥とする、近代競馬は、多くの国々で開催されており、その多くは、勝ち馬投票権の販売とセットの興行として、行われている。つなぎが速歩競争障害競争番営、競争競馬は主に競馬場と呼ばれる、専用の競技場で開催される。 一つ一つの基礎合いを競争と呼び、1日の競馬開催で、いくつかの競争が行われる。競争の種類は主に、平坦なコースを走る、平地競争、障害物の飛び越しを伴う障害競争、つなぎが車と呼ばれる車を引いて走る、つなぎが速歩競争の3つからなり、他に、つなぎが車を引かない速歩競争やソリを引く番へ競争などがある。 競争では一般には、騎手が馬に起乗して、一定の距離を走り、正規に最も早く決勝戦に到達した馬を、勝者とする。決勝戦への到達は、概ね馬の鼻の先が決勝戦を通過した時を、もって判定されるが、万英競争に限っては、馬が引っ張るソリの最後部が決勝戦を通過した時を、もって判定される。詳細については、 競馬の競争を参照せよ。用いられる競争場は、平地や障害、速歩競争では、サラブレッド、サラブレッド系種、アラブ、アングロアラブ、アラブ系種の競種場もしくは、クォーターホース、スタンダードブレッド等の中間種が用いられ、万へ競争では、重種場が用いられる。競馬の世界は、優勝劣敗が大原則であり、強い馬は強い馬、同士。 弱い馬は弱い馬同士での競争が基本である。だが、競争の出走メンバーのみを変更するには、限界がある。そこで考え出された方法として、強い馬には、重い負担重量を、弱い馬には、軽い負担重量となるように負担重量を変更する、ことである。程度幅のある競争を組むことができる。負担重量の決定方法としては、バレー戦、別定戦。 定量戦、ハンデキャップ競争などもある。特別競争の中でも特に賞金が高額で、歴史と伝統、競争内容等を考慮し、重要な意義を持つ競争として重賞が行われる。さらに、各重賞競争の役割と重要性を広く認識してもらい、生産界の指標としての重賞競争の位置づけを明確にするため、グループ性によって G1、G2、 G3 に分類される。G1 は競争体系上最も重要な意義を持つ根幹競争。G2 は G1 に次ぐ主要な競争で、G1 の勝ち馬も比較的容易に出走できる内容を持った競争である。G3 については G1、G2 以外の競争である。G1 競争の中でも3歳馬に対して行われる。 伝統のある競争をクラシックと呼ぶ。2010年現在、世界各地でクラシックと呼ばれる競争が行われているが、多くの国が最初に始められた、イギリスのクラシックレースを模範としている。イギリスのクラシックは、前後競争であるが、うちに競争は、牝馬限定戦であり、大馬が、出走可能な2戦技に、ダービー、セントレジャーの3競争すべてに優勝した。 競争場を三冠場という。ただし生産上の意味合いが薄れ、また、距離別の路線が体系化されたこともあって三冠の概念は境外化している。なお、日本のクラシック競争は、イギリスと同様に、前後競争で、三歳品馬路線の最終戦である、集華賞はクラシックには含まれていないが、三冠の概念は依然として重要視されている。 競馬の歴史に関する詳細については、競馬の歴史を参照。馬の速さを競わせること自体は、有史以前、馬が家畜化された頃から行われていたと考えられている。競馬が初めて文献に現れるのは古代ギリシャのホメロスのイリアス第23課における戦車競馬である。古代ギリシャの戦車競馬は、機手が二輪の車両を、 馬二頭に引かせて競うもので古代オリンピックの種目にもなっていた。これは後に映画ベンハーの戦車競馬のシーンで有名になった。なお、現在行われているつなぎが速歩競争はこの伝統を引き継いだものである。一方、日本の平安時代の文献にも競馬という表記があった。また、ユーラシア内陸部の遊牧民族の間では、 現在でもモンゴル族などで行われているような馬の競争が行われていた。紀元前12世紀のギリシャ競馬が最も古いとされている。近代競馬の基礎を築いたのは英国とされている。正式のルールに基づき専用の競技用施設において行われる競馬は16世紀のイングランドに始まったとされ17世紀にはフランスやアイルランド、19世紀には ドイツやイタリアでも行われるようになった。また17世紀以降は、ヨーロッパ諸国の植民地であった国々を中心に、アメリカ、アジア、アフリカ、オセアニアなどの地域においても、近代競馬が行われるようになった。イギリスでは、リチャード2世が、アランデル伯爵と所有の馬を用いて、しばしば一騎打ちのレースを行っていた。1540年には、チェスター郊外のルーディに。 初の常設の競馬場が完成。1666年には亡命先から帰還したチャールズ2世が競馬のレースに王室杯を贈呈している。競馬発祥の地イギリスでは王公貴族や有力者によって近代競馬が形作られた過程に鑑みてスポーツ・オブ・キングスと形容する場面もある。競馬において用いられる。 競争馬については17世紀後半から18世紀にかけてアラブ種やトルコバ、バルブバなどがイギリスへ輸入されて品種改良が行われ、やがてサラブレッドと呼ばれる品種が誕生した。サラブレッドについては1791年にジェネラルスタッドブックと呼ばれる血統書が作成され、以後その生産において血統が重視されるようになった。 競争の試行形態については18世紀後半、頃まではヒートレースやマッチレースが主体であったが、これらの方式は競馬が産業としての要素を持ち始めた頃から衰退し、多数の馬による一発勝負のステークス方式へと主流が移行した。競争の賞金も馬主同士の出資によるものから始まったが、現在ではスポンサーの出資と馬券の売上金の一部、 および補助金や積立金から賄われている。岩倉智美商工社を建設すること。日本で初めての西洋式の競馬の開催は、江戸幕府の開港の翌年の1860年に横浜、元町で行われたとされている。1866年には横浜の根岸に初めての本格的な競馬場が作られた。 また岩倉智美の著述記録によれば、黒船来工事の巡国者と伏見戦争の巡国者を合わせて慰霊するため、1869年に、召魂者が設立され、1870年から、その境内に作られた、競馬場で、年3回の神事として競馬が催されるようになった。1879年には、後に、日本赤十字社や大日本武徳会の総裁となった。 陸軍軍人の正松宮秋人新郎を社長とする共同競馬会社が設立された。その後に明治天皇から商品が歌詞されるようになったのが天皇賞のルーツであると言われている。エクリプスの肖像画競馬は単なる賭博としてだけではなく、音楽や文学、絵画や彫刻などの創作活動の主題として取り上げられたり、 社会制度にも入り込んで一連のバジ文化を形成してきた。特にイギリスでは活躍した名馬の肖像画も多く残されており、その姿を現代に伝えている。日本では寺山修司らによる競馬を主題とした文芸作品もある一方、競馬漫画や競馬ゲームといったサブカルチャー作品も多く発表されている。娯楽が 多様化するに従って競馬に対する大衆の関心は薄まっていったが、時折現れるアイドルホースによって、大衆的な関心が再燃することがある。日本での代表的な例に、20世紀のハイ成功イや、オグリキャップや、東海帝王や成田ブライアンなど、21世紀、初頭のディープインパクト、オルフェーブル、北サンブラックなどがいる。日本の中央競馬の馬券競馬は競技者、 関係者が行う、馬を競わせる興業に対して、感染者が勝ち馬を予想して金をかける、賭博を指す意味でも用いられる。賭博が禁止されている国においても、賭博としての競馬は、イスラム圏を除き例外的に認められている場合がある。イギリスのブックメーカーが競馬場で発生して、以来、競馬は、賭博とのつながりが深く保たれている。しかし現在では、 パリミューチュエル方式による主催者が道元として統括する賭博が世界的な主流となっており、ブックメーカーを認可している地域はあまり多くない。日本においても、様式競馬が導入された19世紀からすでに、勝ち馬投票権が発売されており、一方でブックメーカーは、飲み行為として違法とされている。勝ち馬を予想する方法については、古くから、 様々な模索がなされてきた。競馬新聞や馬券予想会社など、金銭と引き換えに他人に自分たちの予想を教えることを商売とする業者もある。また、自分が考え出した予想の方法を新聞、雑誌に寄稿したり、著作として出版する場合もある。馬券の販売は、主に発売対象の競争を開催している競馬場。 もしくは同主催者の他競馬場、ウィンズなどの場外勝値馬投票券発売所、及び提携している他の主催者の競馬場などで購入できる。また電話投票会員となり、電話やインターネットを利用して投票することも可能である。特に飲み屋などの施設馬券販売を防止するために在宅投票の拡大が推奨されている。競馬の開催における馬券販売は、 各国の法律で規制されており、以下のように異なっている。馬券の購入者は、各競争終了後の配当が大きくなることを期待する。配当が100倍を超える馬券、つまり100円あたりの払い戻し金が1万円を超える馬券のことを、万馬券という。10万円を超えると10万馬券、100万円を超えると100万馬券、そして1000万円を超えると1000万馬券と言われ、 記録的な高額配当の際には一般のニュースで報じられることさえある。100倍を超える配当はかつてはあまり目にすることのないものであったが2002年に誕生した馬番号3連勝複式や2004年に誕生した3連勝単式の登場によりその機会は飛躍的に増大し逆に100倍を超えないことが稀となっている。2005年4月9日には 福島競馬場で初の千万馬券が発生した。その1ヶ月後の5月13日には、大井競馬場で史上2度目の千万馬券が飛び出し、記録したばかりの最高配当記録が更新されるまでに至る。しかも的中したのは、発売17万6157票中たったの1票だけだった。さらに10月22日には、 東京競馬場で1846万馬券が誕生。2000万馬券も間近という大万馬券となり2010年4月6日には大井競馬場で史上初の2000万馬券が誕生している。様々な理由により何年も続けて高額配当となる競争がある。そのような競争のことを荒れる競争と呼ぶことがある。二千十六年頃より人工知能による 競馬予想が盛んになってきている。中でも2016年に宇都宮綱則が開発した AI 競馬予想芝が人工知能を使った競馬予測の先駆けのサービスとなった。このサービスは人工知能で競争結果の予測を行うコンピュータ競馬予想で人間の予想精度を超えるとテレビやラジオを取り上げられ一躍有名となる。2018年の秋競馬から スポーツ日本新聞社のスポーツ新聞の見出し一面企画として人工知能競馬を掲載して以降スポーツ新聞社各社が AI 競馬予測を掲載し人工知能による競馬予測が一般に広く知られるようになった2020年には人工知能で競馬予測する様々なサービスが出ている競馬界最国数字は年間競争数 軽種馬以外の登録を管轄する日本馬事協会では2003年度以降に生産される番縁競馬向けの馬については、準形種同士の馬による配合馬のみ一台限りで、判決種とし、それ以外については日本番形種として登録されている。渦に各国の競争数を示した。競争形態は主に平地、障害、速歩に対別される。平地競争は、 最も広範に行われ思考国は100カ国を超えると見られる。一方、速歩競争の競争数も平地に並ぶほど多く、フランス、イタリア、スウェーデン、カナダ等では、こちらの方が人気が高い。障害は、イギリス、アイルランド、フランスで主に行われている。フィンランドのようにつなぎが速歩競争のみを志向している国もある。パートは、 国際競り名簿基準委員会での格付け。競馬は馬を刺激し、特に競争などで無知を打つことから、動物虐待に当たるとして、長らくペタなどの動物愛護団体より非難の対象に挙げられている。それらの団体の多くは、馬の飼育環境や起乗することそのものを、馬の意思に反して行われている、虐待行為であると主張している。このため、一部の国、 団体では、無知の使用回数に制限を設けられており、例えば、イギリスでは1競争につき10回までで、それを超えると機種に機乗停止処分が課せられる。その矛先は競馬のみならず、競争馬の生産や吐殺、馬肉の生産にまで及ぶ。例えば、ペタは2009年に、熊本県の馬の屠殺場の映像を公開し、馬が恐怖におののくままに殺されていると主張している。 競争場の屠殺については、競馬業界関係者にも批判者がおり、アメリカでは2006年に競争場の屠殺を全面禁止する法律が可決しているが、それに際して、同国の関係者らからも賛成の声が上がっていた。競馬を題材にしたフィクションの作品において、ゲームは競馬ゲーム、映画は競馬映画、漫画は競馬漫画と称される。競馬漫画は、 スポーツ漫画の一種として扱われることがある。ありがとうございます。